それでは両チームのスタメンとサブをご紹介しましょう。まずは京都、キーパーが若原、ディフェンスが飯田、バイス、浅田、荻原、アンカーに川崎、武田、福岡のインサイドハーフ、松田天馬、宇高、宮吉の3トップと予想しています。サブはご覧のようになっています。イスマイラが控えている京都です。一方の栃木、キーパーが帯、ディフェンスが黒崎、柳、乾、溝淵、畑、西谷、佐藤、森の中盤、2トップが豊田と有馬、こちらは矢野希少がベンチで控えています。そこまで本来の力であれば届かせることもできるしという狙いがあるわけですね。さあボールが入ってくる、最後は柳、体を思いっきり伸ばしてサムアップしました。チームとしてこの辺りは連携が取れているということですかね。そうですね、トヨタの競り合いに関しては必ず有馬が近くにいてルーズボールを拾って展開していきますし、はい、こういうような形なら一気にゴール前に入ってきますよね。さあここから狙っていくか、トヨタがキープしている、裏から誰か来るか、バイスが蹴り出しました。少し後ろに行ったことで飯田の左足が出てきたんですけれども、体を入れてバイスがここはうっぴに裏を狙ってきますが、宮吉のところ残しました。福岡が追っていく、福岡残します。フォローに来た飯田が一人剥がして中の渡した松田天馬から今度は荻原、宇高が左に開いている。宇高どうするか、仕掛けた、エリアの中、荻原が呼んでいる、荻原のシュート決まった。先制点は京都、宇高から荻原、最後はポストに当たりながらゴールにボールが入っていきました。この宮吉から福岡、そして飯田が剥がしたところから展開が始まりましたし、こういう形でサイドチェンジ、こうなるとね、宇高に1人2人3人ぐらい引っ張られてしまうんですよね。そこに対して荻原が中間スペースに入ってきてのダイレクトシュート、完全に狙い切ったコースではなかったでしょうけれども、よくミートしましたし、枠を捉えたことによって見事な先制ゴールを奪ったと言っていいでしょうね、はい。まあ、ですが局面においてはきっちり相手のボールの奪いに行こうという姿勢は変わりませんよね、はい。ここでパスが通る、宮吉中に宇高、早めに入れて宇高フリーだー、枠を捉えることはできません。宇高もバックステップから一気に前に飛び出していってというところ、少しボールがつながった栃木、左サイドで起点ができそうです。畑クロスが上がる、豊田のところ流れて矢野、左足枠は捉えられませんでした。足元に入ったことによって京都のディフェンダー荻原ですかね、体をつけましたからね。ここは回収した。さあここから栃木は攻撃のスイッチを入れたい。豊田が時間を作って、ただ松田天馬出させません。そして奪い切った、これが京都のディフェンスです。福岡から裏へ出したボール、松田天馬走っている、中では宮吉が呼んでいる、宮吉フリーでヘッド、2点目、追加点は京都。高い位置でボールを奪って攻撃に転ずる、まさに京都の攻撃の形が実りました。この豊田のところでかわしてというところで、この松田の手が確かに出たのも事実なんですけどもね、レフェリーがファールをと判断するほどではないというところから、松田が背後で中をちらっと見ました。そしてね、宮吉のパスクロスが非常に質が高かったので、宮吉もしっかりと落ち着いてゴールを見ながらコントロールできましたのでね、よく見事なショートカウンターからのシュートだったと思います。まさに京都のストロング、それが出たというようなゴールシーンになりました。さあボールが入ってくる、その三國の前、黒崎からここはラフに入れていってシュート、最後弾きましたが、誰が最後矢野でしょうね、このダイレクトでシュートを狙いに行ったのも良かったですし、矢野もポジショニングでしっかりと枠を捉えていました。揃えてオフサイドに取るというところ、そうですね、この映像を見ても少し出ていましたよね。あ、この時間になっても白井、この速さのチェイス、押し戻しました。ここで試合終了のホイッスルです。2対0、栃木を下した京都、首位をがっちり守る形になりました。